まずはこの、あこんにちは、アジーンです。今回は以前からリクエストいただいていた材料入れすぎスライムに挑戦していきたいと思います。用意した材料はスライムキッズのトッピング、セリアで買ったもの、ダイソーで買ったものが入ってます。そしてこちらのダイソーで購入した5リットルのバケツの中に全てのトッピングパーツを混ぜてスライムにかけたいと思います。まずはこのバケツの中にトッピングパーツを入れます。ピンク、これいこう。ついにこの子たちをね、使う時が来ました。これ気をつけて入れないと、こう静電気がすごいですね。どうしよう、こう袋から出せない、困った。しかもね、バケツに、うわー、バケツにね、静電気ですごいくっついちゃう。気をつけないと。黄色、発泡ビーズ、これ出すの難しい。めっちゃ静電気もう嫌だなこれ。でもね、スライムに混ぜるといいんですよね、発泡ビーズ。お、これは多分セリアで買ったスパンコールかな。ちょっとこれね、痛いやつです。混ぜたら痛い。おとね、これもすごい好きなんですよ。このダイソーで買いました、デコレーションボール。よし、このスライムキットのフルーツパーツすごいな。この段階でちょっともうどんなスライムになるかわかんない。続きましてビーズです。ホワイトのビーズ、星のスパンコール。おー、ね、この気になる、これも買ってみたんですよ、ダイソーでね。これも一応スポンジ的な感じかな。これもちょっとどんな触りごたえになるか、ちょっとねこれ入れたいと思います。ハートです。これハートと、もう一個ねブルーのやつ買ったんですよ。ホログラム一個、これは三宝石のホログラムかな。とこれ、この色なかなか好きです。これもねスライムキットの発泡ビールです。お、ここに過去動画で使ったホログラム来ました。なんか汚いスライムになりそう。大丈夫かな。これもセリア、いやこれスライムキットかな。星のスパンコールですね。ここにもザクザクっとなるかな。こちらコストコのスライムキットに入っていた、これもポンポンボール的なやつですね。これすごい可愛かったのに入れちゃう混ぜちゃうホログラム。これもね過去動画に出てきたホログラムです。若干使ってある、これ青鬼かな。青鬼のスライムを作った時に混ぜたやつかな。この中途半端なやつも使っちゃおう。スライムキット入ります。グリッター、ね、どんな色になるんだろうこれ。怖い怖いなこれ。でもちょっと色は可愛い感じかな。この辺りの中途半端なホログラムも入れてしまいます。これもラメ、おー綺麗。スパンコールいきます。これね星のスパンコールです。これはねハートのスパンコール、オレンジのスパンコール入ります。ピンクのホログラムも可愛いかもしれない。これは星のスパンコールです。これは、昨日の天炎のスライムキットのトッピングです。でこれ気になってる発泡ビーズですね、大きいやつ。いやすごい、やばいやばいやばい。これどうにかならないかな。このね袋に入ってるやつはかなり静電気がやばいですね。結構ね入ってきました。
おやばい、すごいすごいすごい。ずっとあの足元でうちの猫ちゃんがゴロゴロ言ってるので、もしこの音声にねゴロゴロ音が入ってたら申し訳ないです。ずっとゴロゴロ言ってる。 BGM で聞こえないかな。それも過去動画で出てきたあれですね、残り物です。とこちらダイソーで購入したスパンコール3種類入れます。ダイソーで購入した発泡ビーズです。これダイソーに売ってました。これクラウドスライム作るときにね、視聴者さんが混ぜて作ってくれたのがあったんですけど、その時にもいいか、すごいめっちゃ、これで100円はすごい得だと思う。こんなに大きいんですよこれ。そしてここでラメを入れたいです。ゴールド入ります。シャワーですね、もうシャワーゴージャス。ホログラム入ります。ホログラムいきます。大丈夫かな、ちょっとストローでストローでちょっと混ぜよう。大丈夫かしら、これ何、あーボール、ボールか、なんかすごいの出てきたと思ったら、いきます。これ半分もなかったかな、こっち中途半端なのでもう一本用意してあります。水を加えます。重曹、洗浄液加えます。きてます。スライム完成しました。よし、それでは3、2、1、ゴー。どうだどうだ、どんな感じだ。おお、まずはこの、あー、まずはとかじゃなくてもす一気に来た、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、解説とかも何もなくうわー行きましたね。うわーわー、一気に入ってます。やばいやばいやばい、スライムどこ、手で行った方がいいかな。うおー来てます、この容器からあ、溢れちゃう。どうしたらいい。うわー、やばいやばいやばい。ちょっとひとまず吸収させないと、これ全部容器に入んないですね。やば。まだね、でもまだ余裕あるかも。うわー
勢いが、やばいな、これもうなんかね、机の上がとんでもないことになってる。大惨事です。もう逃げてくもん、トッピングがみんな。やばい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 けど、やばいけど、ちょっと頑張ろう。よいしょよいしょ。これ絶対ね、容器割れそう。うわー、あ、青色のね、発泡ビーズがめっちゃきました。うわー、ラメがなんかね、ブワーってなった。ちょっとメリメリいってるので出します。ここメリってる、メリってる、やばいやばいやばい、絶対割れるもんこれ。よいしょ。ちょっとね、ここに、ここに残ってるスライムにちょっとつけようかなと思う。鼻息でさ、鼻息でもうなんかすごいトッピングがブワーって飛んで、なんかもう椅子とか机とかも服とかもなんかとんでもない。ちょっと広げて、まだね、まだ、あー、おい、みんな逃げるな。おい、この中央にちょっと、あ、わかった、中央にさ、こうくぼみ作ろう。ここにこうね、トッピングが入れるようにちょっとくぼみをつけよう。うわっ、ういすごい、めっちゃね、もったいない、これ使わないと。畳みます。あー、破れた、そこが、そこが破れた。これはちょっと欲張りすぎたな。よいしょ。あー、そこも、そこも、おいしょおいしょおいしょ、よー、何色、なんかもうすごいすごいことに、前代未聞ですねこれは。やばい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 、もったいないもったいない、グリッターが、グリッターが、あ、でもすごい可愛いかも。これ一番いいところ、このラメがね、いよ、あー、まだね、ちょっと下にスパンコールが、よいしょ、結構ここまで来ました。意外と可愛い色味になったんじゃないかなってね思います。かなり触りごたえがあります。いよ、いやー、はい、ということで今回はリクエストいただいた材料入れすぎスライムやってみました。いや、なかなかこれだけトッピング入れるときないので面白かったです。はい、春休みスペシャルということで今回は材料奮発して使いました。本日もご視聴ありがとうございました。